いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルランドローバーイボーククーペダイナミックをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのバンパーに若干の飛び石が見受けられます。また両ドアの部分になりますが、こちらに若干の線傷、あとは右側のリアのバンパーになりますが、こちらにも若干の線傷がございます。またアルミホイールになりますが、4本とも小さなガリ傷がございます。走行距離が約4万3000キロのお車でございますので、走行距離加味しましても良好な状態を保っております。こちらのイボーククーペですが、ダイナミックのグレードとなりますので、数多くの専用装備が施されております。またテクノロジーパッケージもオプションで装備されておりますので、より機能的な装備格段に向上しております。インテリアに関しましては、ダイナミックプラスパッケージが装備されておりますので、バケットシートが採用されております。より安定した走行をお楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター直4ターボエンジン、馬力は240馬力を誇ります。組み合わされるシフトが急速のオートマチックのシフトとなりますので、滑らかな加速をお楽しみいただけます。アルミホイールに関しましては、ダイナミック専用20インチのアルミホイールが装備されております。またテクノロジーパッケージが装備されておりますので、大型のガラスルーフが装備されております。室内空間非常に広々しておりますので、快適なドライブをお楽しみいただけます。では続きまして、トランクスペースご紹介させていただきます。トランクの方ですね、開けていただきまして、テクノロジーパッケージが装備されておりますので、パワーテールゲートが装備されております。スペースの方もしっかりと確保されておりますし、目立った使用感もなく非常に綺麗な状態を保っております。では続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートの方はダイナミックプラスパッケージが装備されておりますので、専用のスポーツシートが採用されております。若干の使用感は見られますが、大きな傷汚れ等はございませんので、ご安心いただければと思います。でエンジンの方始動していきます。ステアリングの方ですね、クルーズコントロールとはステアリングヒーターが装備されております。パドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては、純正の DVD のナビゲーションが装備され、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギアですね、入れていただきますとバックカメラも装備されております。サイドカメラも装備されておりますので、どなたでも安心してお乗りいただけます。フロント両席に関しましては、標準でシートヒーターが完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。もちろん走行モードの方も3段階でお選びいただけます。スピーカーに関しましては、メリディアのスピーカーが標準で装備されておりますので、音楽の方もより一層お楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2014年モデルランドローバーイボーククーペダイナミックをご紹介させていただきました。外装面若干の傷は見られますが、走行距離年式加味しましても比較的良好な状態を保っております。ダイナミックのグレードとなりますので、数多くの専用装備が施され、またオプションでテクノロジーパッケージも装備されておりますので、より軽快なドライビングをお楽しみいただけます。非常に人気の高いモデルとなっておりますので、この機会にぜひともご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。